ちゃんの前髪クリップ今日はジャージ明日下はズボンアディダスのパーカー、そうです。上もジャージっぽい、確かにアディダスのパーカートレーナーです。クリップモーターのカーかと思ったハートありがとうございます。こっちもあるよ、2個つけたら大きいかな。あ、なんかいっぱいついてるそう、ハートたくさんありがとうございます。おはよう、おはよう。チュルスありがとうございますコキンちゃん、コキンちゃんもあるよ。前髪クリップは本当にあのどれだけの種類でも集めたいんですよそうそうなんです。なんかあのお店に行っても前髪クリップお家に全然あるのに、それでもいろんな種類も全種類欲しくなっちゃうそう、クロムちゃんもある。そう、モモがまあいいなと思ったのは、なんかあのヴィレッジヴァンガードに売ってたカービィの顔のやつ、めっちゃ怖かった。クリップ残り言っていいの？え、ダメだよ、これは楽曲だけ下ろさないと。観覧車のラジオ面白かった。地球組探さないと、探して探して、ヴィレッジヴァンガードに売ってるから売ってましたよ。どこのヴィレッジヴァンガード、パルコ、モモはパルコで買いました。はい、チーズありがとうございます。タコさんありがとうございます。カービィってモモタと同じ形のやつで、なんかその覚え方でやめてよ地球組意外に美味しかったのって、だよね。好きな、あ、これフードありますよ。モモ、あの地球グミは最初ね美味しいかなって思ったんですけど、え？フード似合わな。お邪魔します。シャティアさん、 SK48 とチーム S の15歳の平野モーナです。来てくれてありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。イベントショールームのイベントやってるので無料のチュロスあったらぜひよろしくお願いします。ポップコーン、ポップコーンたくさんありがとうございます。フードかぶったらカービィやなそうじゃん。で、髪の毛をこっちにやって、どうカービィじゃん、そんな可愛くないか。まるって吸い込みそうってチュロスチュロスチュロスありがとうございます。最高ありがとうございます。チュロスありがとうございます。神だなんて神ってなんて喋るっけ。ポップコーンありがとうございます。カイありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。チュロスありがとうございます。はじめまして、はじめまして。 SK48 とチーム S の15歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。コン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 、マリゲッコのアンコーン、ありがとうございます。クマさんのポップコーン入れるやつありがとうございます。チュロスありがとうございます。カービィって喋るの、え、喋るよ。もうだってカービィの漫画見たことある、なんか
ポピッみたいな。なんか、ピポッポピッみたいな喋る。チロス、ありがとうございます。今日は起きてから前髪が、もう、何一つ触ってないです。ペポやで、ペポなん？そう、なん、はい、チズ！そう、あのね、いつもアイロンでキュンってするんですけど、なんかキュンってするとキュンって短くなっちゃうかなと思って、あえて何もしなかったんですけど、そしたらなんか前髪がこっちにはめてる。ハト、ありがとうございます。いつもと変わらん？なんかもうの前髪こっちにキュッて跳ねるんですよ。今日は公演よろしくお願いします。よろしくお願いします。新キャラ登場ですか？新キャラ。ポピペポ。今日これでいこうかな。気に入っちゃってるやん。やばいやばい、バレたバレた。バレたバレた。丸すぎ、わらなんて。スケイヒ公式チャンネルのもじもじくんやってほしいです。もじもじくん、どうやってやればいい？はい、チーズ、ありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。そう、お友達と遊びに行くときにね、カービィのモノマネするためにこの服着ていかなきゃいけないよね。顔の丸さがよくわかったって。あ、それはよかった。よかったか。さん、非公式チャンネルわからない。もう非公式チャンネルわかるんですけど、もう非公式チャンネルに出たことがなくて、あれ非公式チャンネルの配信って生放送、生配信なんですけど、生配信の時間が遅くて出れなくて、もう出たことないんだよね、まだ。だから非公式出てみたい、大きくなったら。なるま、ありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。コン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 、ハリゲートのコン、ありがとうございます。チュロス、ありがとうございます。そう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 、もう大きいですから。じゃあもうちょっとさらに大きくなったら。今朝モータンが夢にできてめっちゃ手を引っ張られました。グイ。そう、大きくなったら笑って。声は大きいです。声の大きさだけじゃ年齢も大きくならない。夜の女からね、そうそう、深夜の女に進化しないと出れない。巨人になるつもり？うん。な？オーダーしかかたん。ありがとうございます。何メートルぐらいになるの？でも今だと1メートル64センチ。うん、そんなない。1メートル63センチ。です。でもこれぐらいでもそうちょうどいいかなって。クマさんのポップコーン入ってるやつありがとうございます。ポップコーン、ポップコーン、ポップコーン、たくさんありがとうございます。私と同じだった、イエーイ。164ぐらいありそうだけど、あるかな。誰と同じぐらいですか？誰と、ちかこさんと背比べして
ギリギリモードが高いかなぐらい。ゆうかたんさんと同じぐらいかな。ポップコーンありがとうございます。ハートありがとうございます。20センチぐらい買ったって高いね。180センチじゃパパと同じだね。アミさんの大きい、うん大きい。ポップコーンありがとうございます。モーダン奈々ちゃん人形より背が低い、高いイメージ。え、奈々ちゃん人形さない、もうないんでしょ名古屋。そう、今日はゆうかたんさんのお誕生日です。おめでとうございます。そしてピョンさんの生誕祭です。おめでとうございます。たくさんそう、須田会の先輩方がお誕生日なのでたくさんお祝いしたいと思います。生誕祭も。え、ないのって。そうだよ、今ね奈々ちゃん人形ね分解されてねどっか行っちゃったんだよ。さっきニュースで見た。だから今の間はなんかちっちゃい奈々ちゃん人形がちょんって置いてあるんだって。大きい奈々ちゃん人形じゃなくてちび奈々ちゃんが置いてあるらしいよ。見たいそう、なんか今だけお引越ししてるんだって。あ、京都に行っちゃったの。へえ、ごめん、めっちゃ反応薄かったよね今説明が雑って、なんか分解して多分ね今だけお引越ししてる。そう、1ヶ月ぐらいみおまるさんが立ってます今日は上手の奥にいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、今日は生誕祭だし人数もね増えたので、もしかしたらもものファンの方とかね見つけられなかったら嫌なので、今日来る方はツイッターとかで僕のいる場所ここですよって教えていただきたいですよろしくお願いします。そう、多分ね見つけれるとは思うんですけど、そう、立ち見ります。わかりました。そこを探すのが名探偵じゃん。あれね、もう名探偵終わったんだけどモーダンとユーカタンさんとニジャナヨの道具未だに見ちゃうあれをしてなかったらもう多分今スター界ではないそう、行くけど主役アピオスさんなどおとなしくします。どこにいるね、画面の前にいます。わかった17です。はい、モーダンは生誕ディジット遠慮するので星にくいか見つけにくいかな。いや大丈夫、特徴的にわかるから特徴的にすぐ見つけられるから大丈夫スタさんの写真でマウント取ってたから、それねポップコーンありがとうございます。なのでね今日来る方は教えてくれたりしですよ。今日そりゃそうだおはやでやんすどんな特徴、頭いい意味ですよ今も須田さんの写真持ち歩いてるの。もちのもちのもち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 ロン。ストレートきたーもんねでもさ別に言ってないじゃん、モンがさおはげちゃん嫌いなんて。別におはぎちゃんでもお腹ぽっこりしててもみんな大好きですよ。よく東海で僕お腹ぽっちゃりしてるんですけどってね、もうどんな方でもキュンですそう、なので皆さんもどんなももでも好きでいてください
ったけど、遠くからで見て別にそんなにお腹出てると思わなかったよ。ね、みんなさ、あの僕お腹出てるんでってかメール内心でさ、絶対さ遠く会の前とかさ書くの、別にそんなだよ。ハードル自分で下げたな。ね。じゃあ俺もお腹出そうかな。お腹出す。え、へそ出しってこと？あーとかお腹引っ込めていきます。え、でも別にそこまで出てなくない？ね。でもまあポッコリお腹を見るとツンツンしたくなる。チュンさんありがとうございます。お腹引っ込ませていってるから。え、そう？あーときまで2人ときますね。了解。ということで、じゃん、900なのにちゃんありがとうございます。昨日ね、社会のあの公民の勉強してたんですけど、あの公民ってなんか覚えるのが難しくって、なんかたくさん次々あってめっちゃ眠たくなるんですよ。だからもう途中でなんか寝ながらやってたからよく分かんなかった。そう、え、お家帰ってきてからですよ。公民のね勉強してます。あのなんか野党とか与党とか、あと内閣総理大臣とか、あとはあの小選挙制とか、あと議会制公主主義みたいな、小選挙区制ね、そうそう、それそれ、比例代表制とか、そうそうそう、政治の話です。あとなんかドンキじゃないなんだっけ、ドント式みたいな、なんか今の政治のことをやってます。難しい。9071ありがとうございます。ドンキ法廷違う、ドント式。なんかここの人がここだからこの人がなんとかになれるみたいな、それは勉強してます。頑張ります。そう、あと昨日ね、そう、ちょっとパパにあのちょっかいを出して、ももがそう足にくつってくっついてたんですよ、パパの足に。そしたらあのパパにほっと、あのそっとしといてって言われた。そう。めっちゃさ、あの普通のトーンでさ、そっとしといてって。ポップコーンありがとうございます。ちょっと断られた。会社で何があったって思ったけど。ね、はい、ありがとうございます。チロさんありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。めっちゃじわるんですが。何があったってわからない。そう、わかんない。はい、チーズありがとうございます。わかんない、ももがさ、パパがさトイレ入ってる時よく電気消すからかな。ね、そう、絵に浮かぶ。最悪だ。ありがとうございます。夜の暗い時に。そう、やべ、電気消すからかな。ありがとうございます。何してんねんっていう、なんかリアクションが漏れちゃって、わーっていう。昭和のいたずらでやんす。そうでやんす。そうでやんす。それだわ。はい、解決。ということでランキングを見たいと思います。そう、あ、そう、
ねずこもあるよ。前髪クリップ。ねずこも。可愛いよね。ねずこもありだ。可愛い。ね。ゆっぴがコスプレしてたキャラって、そうそうそうやってたよね前。これは顔だけのクレヨンしんちゃんなんですけど、こっちはもう全身。そう。うん、仲間だぞ。はい、ということではい、チーズありがとうございます。ハートありがとうございます。ということで今日のモモタンショールーム大人気企画、モモタン占い、知りませんが、かっこ定期。それでは今日は誰もが好きなご飯だと思います。まず A 型の方、オムライス。 B 型の方、カレー。 O 型の方、ハンバーガー。 AB 型の方、チャーハン。はい、塩ラーメン忘れてた。もも忘れてた昨日。A 型がオムライス、 B 型がカレー、 O 型がハンバーガー。ハンバーガー、あ、待って、発音よくしていこう。 A 型がオムライス、 B 型がカレー、 O 型がハンバーガー、 AB 型がチャーハン。どう？魚の方やる。あ、カリーだ。一人で積もっとるね。はい、魚のカレーの発音ないよ。みゃ、これさ、お店屋さんとかで行ったら無理かな。あ、すいません、カレーください。ごめんね、笑ってるの一人だけだよね。ジョケンさん、 SK ホテルとチームエースの15歳のヒロのモナです。来てくれてありがとうございます。ね、面白いよ、わらわらわら。はい、魚だと一つだけハード、あ、魚じゃないよ、あのカレーライス。カレーライスです。言うほど面白くはないけど。正直に言えない。ピザをピッツァっていう、ピッツァ。チャーハンは英語と違う。あら、そう、なんとかライス、カレーライスか。ありがとう。そうそうそう、カレーライスです。ぜひ皆さん食べてみてください。いいことが起こるかも。かもかも。ということでランキングやりたいと思います。パスタはな、パスタっていう、スパゲティっていう、パスタって、あ、うんと、待って、パスタっていうスパ、うんと、でこでこでコンビニに行きました。今日パスタ食べよう。あ、パスタっていう、笑わさないで、電車の中って。笑え笑え、マスクしてるから大丈夫。そこからって、何が、そこからコント、あー、違う、ちゃんとここから言わないと分かんない。なんか普段の日常生活を再現しないと。ランキングを読みたいと思います。っていうの3回目。13位の
納豆大好きなおたの方ありがとうございます。今の芝居なんだと思う。12のメロンソーダの中に白くまちゃんが入っちゃった。おたの方ありがとうございます。ランキングまでが長いんじゃん。7時30分を過ぎました。11のマルタのおたの方ありがとうございます。笑顔好き。モータンのマックで三角チョコ倍発売だって知ってます。マックのことは何でも知ってます。もう昨日ね話してました。みっちゃん明日からだよね。ありがとう教えてくれて。10位のマルタのおたの方ありがとうございます。レター届いてるから、ね、読んでね。ありがとうございます。9位の須田さんのおたの方ありがとうございます。8位のネギのおたの方ありがとうございます。クッキー&クリーム味の三角チョコパがございます。ラッキー7の野永さんのおたの方ありがとうございます。普通の黒の三角チョコパイは130円なんですけど、あのなんか白の方だけいつも高くて150円なんですよ。6位の生まれたのおたの方ありがとうございます。モータンからいつも情報仕入れてます。よかったです、情報をお届けできて。5位の平野モネちゃんのおたの方ありがとうございます。値段はいい、詳しいね。4位の猫ちゃんが一番前にバイク乗ってるおたの方ありがとうございます。なんで高いんだろうって、え多分ね、ももの予想だとあのチョコレートって黒じゃんね、チョコレートって黒なのにその黒から白にするその着色代みたいので多分お金がかかるのかなって思いました。3位の平野モネちゃんのおたの方ありがとうございます。2位のぴょんちゃんが言っちゃう前に焼け石のおたの方かっこいいあほらんありがとうございます。何を言ってるの、ん着色っていうか、なんかでも白にするじゃん、だから白にする時の工程の人件費とかでかなって思った。天才ですか、ありがとう。ポップコーンありがとうございます。もともとの原料が違うんだよ。ええ、カカオじゃないの、じゃあ何を、オレオ、人件費かえ、なになになに、カカオじゃないの、どこの豆。それでは行きます。ピンポンパンポーン、ジャガジャガジャガジャン、こんにちはのトップ10のおばたの方ありがとうございます。白を黒にしてるよね、ん、マクフローリーのスプーンの使い方がわかりません。ソロじゃないよ普通にそのまますくってスプーンで使いますやん。それでは行きます。ホワイトチョコはカカオマス入れ入ってない、何カカオマスって、わかんない。それでは行きます。せーの、 L O V E のトップ10のおたの方ありがとうございます。原料です。昔ココアとカカオ間違えてたな。ももココアとカカオぐらいわかる。ココアは飲み物でしょ、カカオは苦いやつ。それではいきまーす。どうやってそれでは行きまーす。
言えました。はい、ということで星もギフトもありがとうございます。イベント用のあのポップコーンとかチュロスとかもギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。はいということで今日の大富豪は7時45分から7時55分までやりたいと思います。モータンが喋りすぎました、ごめんなさい。でも楽しかったですということで3012の方見てくれてありがとうございます。今日はチームエスカセーターショート公演でピオスさんの生誕祭です。たくさんお祝いするぞ。あーということで大富豪の大戦もよろしくお願いします。二人します。左手出して右手出して、せーの、二人ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。